金額フリーは90点以上取らなきゃいけないっていうのも、なんか一つ一つの科目に点数が高い、進学できるのはトップ10の中で、はい、でも誰よりも勉強時間が短かったと。なるほど、ね、そう、誰かに言われて勉強するのすごい嫌いな、はい、いや、あさってテストもあります、はい、だけど、いやもうけどここは医学部にでも移ろうと思ったのは、理科2類から医学部に行こうと思ったのは、はい、そうですね、僕が思ったのは1年の秋ぐらいです、ね、っていうのも僕がもともと理に入ったのは薬学部行きたかった、あ、はいはいはい、でなんかアルツハイマー病のなんか研究とか創薬をしたいなと思ってまして、ただ1年 の、 その夏か秋かにその医学部の先生が来る駒場に来る授業があったんです、はいはい、でまあ医学部じゃないけど行こうと思ったら、うん、いろんなすごい話が面白くて、でこの先生に聞きに行ったんですよね。薬学部目指してるんですけど、薬学部と医学部でどう違いますかっていうと、やっぱ薬学部はまあ研究がメインなんです、うん、そうけど医学部はそこも包括した上でこうもっと広い範囲、あー、なるほど、そうそう、見れるよっていうのがあったんで、えそれはもうなんかできれば行きたいな、そう、まあ行きたいなって言って行けるレベルじゃなかったんですけど、もうなんとかそこからめっちゃ勉強したわけですね、ところで。そうですね、なんか進学振り分けて90点以上取らなきゃいけなくて、はい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 、っていうのもなんかその一つ一つの科目に点数がつくんですよ、はいはいはい、それこそなんかスポーツ体育とかにも点数がついたりとか、全てに点数がつく、その平均点が90なんで、うわー、そりゃ大変ですね。そうなんです、なんで逆に80とかみんな喜ぶんですけど、80取ってたらダメなんですよ。なるほど、いい、A プラスみたいなことですよね。あ、そうですそうです、基本はもうそこですね。はあ、なんで有料化でなんか上ってあるんでしょうっけ、なんか僕の次の年から友情みたいな、友情ですね、友達みたいな確かに友情っていうのができたんだよね。そうです、はあ、U の上みたいな、大学によってそうです、いろいろあるんで A プラスとか S、うん、S っていうところもあったりするんですけど、あ、そうですよね、はあ、友情なんて出たんだ、いえ、そのじゃあ友情を常に取るのを目指すわけですね。そうですね、めっちゃ分からないと思うんですけど、めっちゃ大変ですからね、90ってめちゃめちゃ大変ですからねそう、結構本当に運に左右される時もありましたね。いや、テストとか大変じゃないですか、それは。そうですけど、なんか僕の場合はそれこそなんか勉強だけっていうのあんま好きじゃなかったので、はいはいはい、それこそなんかめっちゃみんなにすごいなって言われるのは、バイトとかも教育系のバイトしたいなっていうのがありました。そうだったね、なんか週4とかでバイトをして、なんか集団指導と個別指導と添削とか、はいはい、ああ、もう教えたりチェックしたりの仕事をやってたわけですね。そうですね、なんでもう学校の授業中の大半が僕スーツで登校するんですよね。同じ、僕もあだ名スーツの人あ、そうなんですね、スーツの人って言われてましたから。でもそれで、どうやって勉強してたんですか、大学時代の頃。いつの、あ、いつどの時間帯に授業の勉強、いや、そうですね、まあ、天才だから、いやいやいや、全然僕は天才だったらそれこそ灘高校で開催が行ってるので、そうです。で僕は結構なんか時間のスケジュール管理みたいなところはすごいしっかり、はい、まあ、しようと決めてまして、それこそ週4で、まあ、バイトで週2でサークルだったんで空いてるのに、で日曜日しかまあない、歌じゃなかったでしたっけ、なんか、そうです、合唱部です。そうそうそう、合唱部ですね。そうですね、でパートリーダーとかも実はやってたりしてじゃあ今から1曲、いやいや、それはもうそれはちょっとあれです、ウッサン・ミスバルのレモンすごい、いやけどそれぐらいなりたいですね、パッと歌える僕はなんかその日曜日だけは開けようと思ってまして、はいはい、ちょっと違うんですね、4日ってサークルは、サークルは水曜日と土曜日が、あ、なるほど、水道で、で月火木金がバイト、あ、なるほど、そう、月金が集団指導で、はい、火木が個別指導でっていう、はい、そんなないですね。いやけどなんか僕はそれこそ教えるのがすごい好きだったっていうのがあったんで、はいはい、全然苦ではなかったんですけど。あ、中学生とか、あ、そうです、集団指導は中学1年生と中学3年生をして、はいはい、で個別指導は高校生とかも、はあ、なるほど、なるほど。その辺、あ、英語ですか、教えですね、いや僕は数学と理科です。数学と理科、へえー理系じゃないですか。結構それでぶっかった、そのサークルやって、
でその空いてる1日で、そうです、空いてる1日は駒場図書館、そのキャンパスの図書館に、はいはい、そこはちゃんと勉強しようと思って、うんうん、朝の11時とか10時かな、うん、くらいから夜中多分23時ぐらいまで空いてるんですよ、22時とか。なんかもう閉館の音楽とかが僕一番好きなんですね。じゃあ歌ってそうですね、もう閉館の音楽をもうラスト10分前に流れるんですよ、はいはい、毎回それを聞いてできるだけ最後の最後に残って出るっていう感じ。ほー、すごい。そうです。あとはまあ空きコマですね。あー、なるほど、はいはいはい、はい。なんか中学生と高校生って多分1から5弦ってバッツってると思うんですけど、はいはい、大学生って1弦2弦ってあって空いて5弦とかもありますね。そことかで図書館に行って、あ、そうです、図書館に行ったら、まあ、別に友達と普通に喋りながら、そうなんですね、勉強したり。そうです、ね、かっこいいんですよ、駒場図書館って。入るとなんかね、雑誌とか置いてあったりして、それそれそれまあ、けど週末って毎週取れるわけじゃなくて、はい、演奏会が日曜日にあったりとか。あ、そうか。そうです。多分なんで僕医学部進学できるのはそのトップ10の中のトップ10なんですけど、多分誰よりも勉強時間が短かったとは思います、ね。なるほど。テスト期間とかやばくないですか、それ。あ、そうです、ね。テスト期間はまあ唯一サークル自体はそのテスト期間を。なるほどなるほど。ただバイトはテスト期間だから休むものじゃないので。関係ないですもんね。特に教育系、そう、教える系って休めないんですよ。そうですそうです。代行とかも難しいです。本当に、そうですね、そんな中やってたんですね。何クラスぐらい取ってる授業ですね。あーは何クラス、けど年生の夏、秋、2年生夏までで72、3位ぐらい、うん、76。あー、相当そうです、大変じゃないですか、そしたら。なんで1年の時には20個も、じゃあもっとっすね、多分。うわー、そ、いや相当すごいですね。そうですね。健康大丈夫だったんですか、やつれって。いやいやいや、そうです、僕なんかそれこそ誰かに言われて勉強するのはすごい嫌いなんですよ。はははは、なんか勉強しなさいって言われてやる、うんうん、じゃなくて僕だったらそれこそ、まあ、語学とかだったら自分でやろうと決めてたんで、もう自発的に。あ、そうですね、したい、ボランティアリーに行くわけですよ、ね、なんでなんか Amazon とかでも中古でそのスペイン語の本とか、はいはいはい、なんかイタリア語の本とか買って自分でやってたんで、みんなよりプラスアルファの勉強をしようとか。すごい。そうですね、全然イタリア語なんかもジェラートとアリベテルチェしか覚えてない先生がアリベテルチェって言ってたんですよ。ジェラートはジェラートアイスクリーム、アイスクリームアイスクリームなんだよ、ホッホッホッみたいな。それそういう面白い。それとなんか、そうか、ジョジョの第5部で、うん、知ってます、ジョジョの君の冒険。ちょうど僕第4部しか知らない。4部しか、その僕友達に言われて、ジョースケしか見てない。そうなんですよ。イタリア語やってるんだったら5部を見ない。あ、5部、5部が舞台ですから、イタリア語舞台ですから。え、そうなんです。あ、そう、ちょっと、はい、家帰ってもぜひ。その技でこうやってバババババって殴るときに、このアリ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 ベテルチェっていうのがやる。なるほど。そこでイタリア語が、そう、そうです、出てくるんで。そのアリベ、さあ絶対使わないような場面わかんない、今のどうなるかな。そうです、絵挟むか。ジョジョの、はい、じゃあ一番辛かったのなんですか、大学生活。大学生が一番辛かったのは、そうですね、1年の冬のテストです、ね。あの、っていうのも僕が1年の夏が86点だったんです。で、じゃあ医学部目指そうって言うと90点必要だった、うん。で、こう平均点が90ってことは1年の秋とかで94点取らなきゃいけない。はいはいはい、平均点なので、みたいな。で、なんかそこで自分で Excel とかにそれぞれの科目で目標点数、これはこれ取ると書いてやってったわけですよ。でも時間ないなと思ったら、たまたま僕のお兄ちゃんがテストの前々日に東京来ると、うん、なんかそのラブライブっていうアニメのライブをなんか見に来るんだけど、友達が急遽来れなくなったから、スバルコンみたいな、えーみたいな、いや明後日テストないんやけど、だけど、いやもう、けどここは経験やと思って行って、そうですね、行って、だからその土曜日、貴重な土曜日を潰して
もう時間ないのに、まあ、行ったとかだったんで、もうどうしようみたいな感じだった。コンサート中楽しめたんですか？いやでもコンサート中はもう楽しめた。診断かい。でも全然キャラクターの名前とかも知らなかった。知らなかった。そうです。いやもう知っておけばよかったなと思ったんですけど。それでやってでも大丈夫だったんですね。撮ったわけですね。そうですね。なんかもうラブライブの T シャツをそこで買って生命科学のテストの時に、はいはい、みんな知ってたんでツイッターで。あ、なるほど。まあ、もうそのシャツを着て受けてめっちゃ座るやべえみたいな。いやそれが95点だから。すごい。ラブライブ様様で。ね、そうです。もう今高評価を高評価です。すごかったね。いやそんなこともあった、ね。本当に何でも勉強だけじゃなんかただなんか時間追い込まれると強くなる。ああなるほどなるほどありますよねそういうのね。はい。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.